にちは。今日は台東区鳥越に来ています。で、駅でいうと大体浅草橋駅とかになるのかなと思うんですけども、ちょっと路地に入ったところで今日はカレー屋さんとオムライスをやっているキッチンカーのお客様のところにインタビューをしに来ています。で、こちらのお客様は普段はアパレルの会社をやっていらっしゃる方なんですが、なんでカレーとかオムライスのキッチンカーを出したのかとちょっと皆さんも気になると思いますので、そちらも聞いていけたらいいなと思っています。ではインタビューしていきましょう。じゃあ、MJ ネクストさんにインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。ではまず一つ目の質問からいきます。はい、いつ頃からキッチンカーはやってらっしゃいますか？今年の、3月末にから出店しています。もう半年。そうですね、半年ですね。そう、もうそうです。普段は会社で違うことをやっていながらキッチンカーって感じですか？はい、弊社は服飾雑貨のメーカーやってまして、はいはいはい、特に婦人用のバッグを製造してます。あ、じゃあなんでキッチンカーをやろうと思ったんですか？はい、コロナがひどい時期にだいぶ工場の方が停止してしまいまして、で受注も減るだろうと見越してキッチンカーを始めて、空いた時間に何か仕事が増えればと思いまして始めました。カレーとかオムライスに決めた理由とかありますか？そうですね、カレーはもともとうちのバッグのデザイナーが大変得意 でいつも何かやってみたいという話は聞いてたんですけども、それを具体的にメニューにして皆さんに試食とかしていただいて、だいぶ好評だったので販売することにしました。はい、面白いですね。はい、ありがとうございます。メニューのこだわりを教えてください。はい、今日金曜日は、はい、バッグデザイナーの作るカレー、こちらは、はい、スパイス1から全て独自配合しまして、すごい、はい、一切製品使っていない完全オリジナルです。木曜日になるんですけど、こちらオムライス、オムライスの方は、はい、その場でふわとろのオムレツを作りまして、で、ご提供する形になってます。なので、ふわふわ熱々で、美味しそう。食べていただきます。今日はカレーを食べれるってことですか？はい、今日カレーなんかさっきこの糖質オフのちょっと私は気になったんですけど、あ、そうですね、ちょっと気になる方はカリフラワーくらい3分の1にして糖質を若干落とすと。ご飯っぽくなるんですか、カリフラワー？いや、カリフラワーはカリフラワー。カリフラワーでも合うんですね、はい、カレーとカリフラワー。これも種類めっちゃあります。トッピングですよね。はい、あ、こっちになんかチャイとかあるみたいですね。フレーバーが選べるのか珍しいですね。チャイでフレーバーを選ぶ。そうですね、ですね美味しいですね。あとでちょっと飲ませていただきます。カレーこんだけトッピングがあるんですけど、はい、一番一押しトッピングは？そうですね、やっぱすぐなくなってしまうのは、生パクチー。好き嫌いあるんですけど、パクチーなくなるんですね。好きな感じでさ、好きな人は本当に好きなので、私めちゃめちゃ好きなんですよね。モリモリパクチー一緒に食べるとすごい一緒に合うんで、はい、あと野菜不足されてるって方が多いんで、自家製のピクルスもよく出ます。今日のピクルスは何ですか？今日は、キュウリ、トマト、大根です。ありがとうございます。はい、さっきもついて、はい、なんかあんまり人がそのすごく通ってるって感じじゃないなと思ったんですけど、はい、なんかここはどういったお客さんが買いに来ることが多いですか？こちらは、中小企業のサラリーマンの方が特に多いです。この辺は会社が結構あるんですね。そうですね、中小企業多くて、まあ、あと一部住まいのマンションに住まいの方もいらっしゃるんですけども、普段仕事されてる方が多いです。通りがかる人とかっていうのはあんまり？そうですね、たまに見て来ていただける方はいるんですけども、基本的にはここに目的持って来ていただいてます。じゃあここにそういうこの場所に出店することによる工夫、はい、なんかどういうふうに工夫して出店するかっていうのを教えてもらってもいいですか？はい、見やすい場所に旗とか看板を出すと、それは基本なんですけども、弊社の方だと、インスタグラムとか、LINE のお友達登録を一度していただくと、トッピング無料とかってやってまして、それによって常連さんが非常に多くて、はいは
曜日、金曜日、このキッチンがここにいるので、うん、SNS で毎回発信すると、それに合わせて皆さん、はいはいはい、お客様が来ていただきます。あ、今ですね、やっぱ。そうですね。SNS はやっぱ大事ってことですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、キッチンカーを、始めて、良かったことと大変なことをそれぞれあったら教えてください。はい、弊社は企業様とのお付き合いが多い B2B の商売をずっとしてたんですけども、キッチンカーを始めて、あの地域の方、それからまた異業種の方たちとつながりが持てて、それが非常に良かったです。大変だったことは、そうですね、特にあの夏の暑さぐらいで、あと、まあ、あのお客様に買っていただける喜びがあの勝ってしまっているので、そんなあの苦労はありません。なんか暑さ対策みたいなのは何かしてたんですか？いや、そのこまめな水分補給とか、はい、なるべくあの直射日光に当たらないとか、そういったことで対応してました。暑さはやっぱ大変ですね。そうですね、はい、やっと涼しくなってきました。そうですね、はい、ありがとうございます。